クリスマスブッシュは、クノニア科の樹木。クリスマスの時期に、ウテナが赤からピンクになるため、よく栽培される植物である。オーストラリアニューサウスウェールズ州の固有種であり、グレートディバイリング山脈の東側、ユラデュラから、エヴァンスヘッドの間で見られる。半円形の樹形をした低木から、成長するとピラミッド型になる。葉は3枚の小葉からなり、長さは、 最大8センチメートル、傭兵は上部に溝があり、長さは10から20センチメートルである。原産地では10月から5枚の白い花びらを持つ小さい花が咲く。それが枯れた後、ウテナが大きくなり、ピンクから赤に色づき、オーストラリアではクリスマスの時期に目立つようになる。本種はオーストラリアとパブアニューギニアに九種が分布するケラトペタルム属の一つである。 1793年に、イングランドの植物学者、ジェームズ・エドワード・スミスにより、A スペシメン・オブ・ザ・ボタニー・オブ・ニュー・ホランとで記載された。栽培では高さは6メートルにしかならない。増殖は箸と挿し木で可能であるが、良い色彩を維持するためには、後者の方が良い。ありがとうございます。